喋ってるの？喋ってる。ねえ先生ずっと喋ってる。そう。聞こえてる。走る人見に来な。この人真似して作ってくれ。作ってみよう。いい。林先生が作ったら。いや、2人だからね。よし。走る人行く。よし。じゃあ今度この宇宙人を受けて。僕も宇宙人で挑戦してみよう。走る人できるように走ってるみたいだろ。こうやってダメ、こうやって最後に作ってるの。結構難しいね、それね。うん、これがここで。なんかこれ頭はまりそうなんだ。で、
助けるかね。やだ。僕これあ、これ頭だ。待ってよ。これがさ、ここしかないんだもん。わかんない。わからない。わからない、わかる、わからない、わかる、わからない、わかる。せっかちゅうらくだ。はい。あっちが、ちょっとそこか。わかった。から、シーンってしてて、先生。こうかな。シーンって。先生はね、仏像さんになってて。仏像さんになってて。仏像さん。変なの。それならまだ違うパーツでやった方がいい。あ、いい、それも終わるから。じゃあ、今日のメニュー入るからもう。やだ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 、ちんこ。それさ、閉まってさ、閉まるか、じゃあ、箱の中に。閉まるよ。閉まってみる。もし分かんなかったら、その手の前に、そのテーブル上にあるからさ、あれ見てしまってみてよ。ここ。もし、もっと簡単なパズルっぽいヒントはここに書いてある、下に。これもヒントなんだよ、これ。おお、竹本くん早いじゃん。おお、いいよ。ここにうまく入るかもしれないよ。入った。田中さん、そっち見て。じゃあ先生、その紙全部裏にして。一番裏。一番裏を使うよ。そう。ちょっと入った。そう、すごい。じゃあ行くよ。16書いてください。足す。そう、ヒスさんだけど見ててよ。ねえ、16足すはここで足す。え、何足すの？ちょっとでね、この6のまっすぐ下に6とかついたよ。では書いた？書いた。で、必ず右から行くよ。6足す6は12。そこは大なんでこれ調べたので、6足す6は12。じゃあ12とか。ここのとこね、12をね、分けて書くところがね、ちょっと難しいね。12、いい？そうして今度は1と1を足すと、1と1を足すと、ここ20になってきてる。だから答えは22。わかるよ、そんなの。いや、なんか待って、もうちょっと練習させてよ。いいか？じゃあできる人も先でやってみなさい。隣に書いちゃった。こんなのおかしいよ、その手が書いたら。じゃあ佐野くん帽子取って。あんこちゃんほっぺたチューしてもらえるの？緑いいよ、チューしてもらえる。じゃあその次25と書いて。あ、つぶつづいさん25タスが入った7。わー、それ書きたくない。なんで？じゃあ、あんたそっちやっていい。できる人はそっちやっていいよ。さあ、じゃあ大場さん、5タスの7はいくつですか？じゃあ見ててよ、ここに書く。いいか、山本さん。12とか。だからここに10書いたじゃない、1の1の5。12になる。そして今度は、おばさん、1と2を足すと3。じゃあ3と書いて。32。あれしてる、3で。じゃあその続きを、今度こういうのはどうする？25足す。筒井さん、こっち書いてよ。筒井さん。いいか、16は佐野君、5足す6はいくつでした？5足す6は間違ってるかもしれない。いや、だめ、間違ったことは言っちゃいけない。5足す6は知ってるでしょ。知ってるでしょ、あの人。
私も言ったじゃん、今。ゴータスロクは、うん、お、山本さん、ゴータスロクは11。 OK、11、見てて。いいか、つついさん、11で合格んだよ。11、そして今度はこっち見て、3つ足すんですよ、これ。いいか、1と2で3、と1で4、41になるの。これがね、難しいところなの。そうかな、そうかな、全然難しい。暗証番号入れよう。19足す28は何、これゲームみたいな。佐野君、僕君に聞く、失礼がする、結局返すものですね、喋ってるの。ここ9足す8で佐野君いくつだ。みんな聞いててよ。9足す8、9足す8、鈴井さん、9足す8は何いくつ。9足す8は10、2じゃない、17。正解、見ててよ。17と書いてください。そして今度いいか、1と1と2で筒井さん、1と2で4、答えは47なんだ。そういう形するの。いいか、今度やなったら30+4、これは簡単だぞ。0+0は0。 OK、 で3+4は簡単じゃん。答えはいくつになるんだ。70です。そう、これ間違えたら本当に僕は悲しいんで、今日は涙を、ハンカチを涙で濡らすとこだったんだぞ。じゃあその授業、じゃあこれもさなくなってもらう。54、書いてごらん。54+32はまず左、右からいくよ。いい、さなか、4+2は何？6だって。6、オッケー。そしてこっち行くよ。5+3は8。8、オッケー。答えは83になります。それじゃあ表の方やってください。よーし、スタート。